どうも、アラハイです。よろしくお願いします。はい、ということで、前原スポーツさんで購入いたしました畠山の、伏見トライ選手モデル、こちら片付けが完了いたしました。水もみで自分家でやって、プロティオス仕上げでちょっとね、しっとりとさせたような感じの片付けをしております。かなりでかいですね。で、ちょっと僕にしては珍しく、かなり深くボックスではないですけど、まあ、親指曲げつつ、こっちも曲げつつ、ここからここが長そうな形とさせていただきました。今ヤクルトの田口投手が巨人時代に小林選手とキャッチボールしてる時の小林選手のミットっぽい型をしたいなみたいな感じで、思いっきりここ吊る下げて片付けしたっていうような感じです。で、まあ言った通り、普段こんだけでかいって深いミットを使わないので、まあ取ってみてどうかなっていうのと、畠山で一番でかくて深いミットらしいんですけど、まあ、僕にはね、このです、開拓屋選手モデル、これが畠山で一番小さくて一番浅いグローブ。ちょっとね、この2つ取り比べしてみようかなというふうに思います。まあこれもね、初仕様なので、そっちの呼吸感とかも、お伝えできればなというふうに思います。はい、それではやっていきます。でかい、なるほどって感じ。でかいな楽、でも取るの楽。そこまででかいけど、そこまで重さは感じない。うん、深いから安心感は抜群ですね。なんか一応横型のミットらしいんですけど、こういう縦取りも全然しやすいのかなと。うん、補給する感覚は全然違う。できればここで取りたいですよね、中心で。でもウェブ下でも2箇所にポケットがある感じ、浅いグローブじゃまずない2箇所にポケットがあるっていうような感じがします。まだちょっとポケットは出来上がりではないかなと、うん、今みたいに動くからまだ完璧ではないです。あと室内でちょっと撮ってみたいですね、どんだけ響くか。じゃあちょっと浅いミットを買いモデルと取り比べしてみます。全然違えわマジでちっちゃい、全然違います。ただね、深さも出してるんで、一応この回転車モデル浅いですけど、まあまあとはいえね、浅いからちょっとどうかな、やってみます全然違えわ。慣れたらまだこっちの方が、慣れたらっていうか、数球取ったらまだこっちの方が僕は慣れてるのかなと。うん、こっちの方が、うんうん、安心感はあっちの方があるけど、取ってる感はこっちが全然伝わる。いやー、でもどうなんだろう、実際今あの EBC のピッチャーにね、来ていただいて投げてもらってるんですけど、実際これミットって、これとこれってどっちが目によく見えます？青ですかね。ああ、こっちの方が見やすいんですね、はい、よいしょ。ちょっともう一回伏見選手モデル戻ってみます。深いな、やっぱ全然違う。いや、むずい、でかすぎて難しい、これ。あー、ダメだ。慣れたらこっちの方が、取るだけでいったら全然良さそう。ほう、オッケー、じゃあラストでお願いします。よし、はい、ということで、このね、2つのミット受けてきましたが、やっぱね、安心感、安全感、安全なのはこっちかな。万人受けは絶対こっちの方が必要なんですけど、まあ、僕自身ずっと浅いってちっちゃい、まあ、手も小さいミットを使ってたんで、僕はちょっとこっちの方が今はまだ合いましたね。どんだけ慣れるか、伏見選手モデルに慣れていくか。ただこっち慣れてもっと柔らかくなったらね、柔らかくなったらっていうか、ポケットがもっとできてきたら、音もね、それなりにもっともっとなってくるだろうしっていうのもあるので、今年頑張って育てていこうと思います。まあ、普段やらないであろうキャッチャーをやらない翔平さんにもね、全くの違いをね、ミットでもこんだけ違うんだよっていうの
体感してもらうべくちょっと受けてもらおうかなというふうに思います。では取っていきます。あでかでかい。これ翔平さんのリオよりでかいでしょ。でかい、取りづらそうやなこれ。まあ、バターはできてる。あ、いい音はいいけど。よっしゃー、西武の下位の選手モデルを。あ、違うお、こっちの方がいいな。下位のいいな、下位の下位のミッドいいな。下位のミッドいいな。そうなん、え、ソフトバンクの下位の保守もう下位選手モデルミッド。そうなの、それと同じやつか。なんでそんな知ってんだよ。あれすごいしやすいな。お、早っ、握り替え早っ。何くれ、危ない、握り替えしやすそうなミットやな。まあそう、まあ深いっす。まあいいね、確かにこれゴワゴワしててちょっと難しい。これどこで撮ったらいいか分かんない。一応ね、ポケット地はでかすぎて中心には作ったんです。まあでも青、まあ青いいねと、ベイスターズって感じ。リチャームなんだけど、リチャームか。すげえこれベイスターズってか。いや、リチャーム、あ、リチャームね。もうちょっと濃かったらな、ドラゴンズだったな。はい、ありがとうございました。はい、ということで、まあね、現時点でも翔平さん的にもまだ海鮮車モデルの方がいいのかなっていうところではありますが、この取ってて安心っていう方もね、伏見選手モデルも、育ててるフォークピッチャーとかもいるので、そういうピッチャーの時にはこっち使えたりとかね、できるように、していこうかなというふうに思います。はい、ということで、こちらのね、伏見選手モデルを購入した動画は概要欄にありますので、そちらのチェックもよろしくお願いします。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではお会いしまーす。You're not